おはようございます。今はマイナス10度。室6時。6時21分。おはようございます。後半何分間で寝れましたね。よかった。いや、よかったよかった。寒い。あれっすよ、寝袋内はあったかいっすけど、ここが寒いっす。めちゃくちゃ靴下着てきます。ちょ、これこうちょっとか、こうちょっと。ラーメン食って川を渡ります。頑張って。ラーメン食べてね、帰路に着きます。多分ちょっと濡れちゃうと思うんで、できるだけ浅いところに来て、でゴアテックスっていうんです。直接ね、ビニールカバーを靴の中側で覆って、そしてゴア、上からやったんで、まあ、ゴアテックスなんで信じていきます。もう行きます。行くしかない。あ、こっちだけ朝起きた。迷ってる暇はない。ルートを決めて。出てました。どんなしかしてんのかずっと気になってたからね、昨日夜。中華大丈夫。いや、でかい。もしかしたら台あるかもしれないですね。一撃だったな。とかとか。ありがとうございます。
いや、これでかいと思う。喧嘩するのが立派。いや、すごい。いい角。ちょっと曲がってるっけ、そこね。10以上あると思いますね。やった。ありがとうございます。これ昨日撮ったやつだから。まだ1頭打てますけどね。ああ、でっけえわ。超でかずの。当たったポイントは肩。ここら辺がね、肩の部分と、あとそこら辺でちょっと大きくかかったね、ナミビアポイントっていうのがあるんですが、そこを最近よく狙ってるんですよね。まあ肩狙った方が倒れるから、肩甲骨だって動けなくなるし、心臓直撃よりもね、まあ外れたら心臓行くしみたいな感じでブログにも書いてあったんですけど、じゃあ即答率が高いですね。まあ狙ったとこでした。中華で大だと思いますね、見た感じ。家帰って測るのが楽しみ。ここね、また見ます。時計から最高の出してで止まらないでも行くしかない。だめ、11時8分。これからキロにつけます。これが荷物。重たいな。ま、もしメス行ったら取りますね。はい。頑張ります。